ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ブヒブヒブヒー。まったく今日も霊夢はブヒブヒうるさいんだぜ。だって今日は豚肉が食べたくなってきたのよブヒブヒ。それじゃあ酢豚なんてどうだ霊夢？酢豚、酸っぱいから豚肉でもあっさりして食べやすいわね、ブヒブヒ。それじゃあ今日は酢霊夢の栄養について解説、間違えた酢豚の栄養について解説するんだぜ。魔理沙、今私を料理にしたでしょ。ブヒ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 。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は酢豚の栄養について解説するぜ。魔理沙、今間違えてたでしょ。気のせいなんだぜ。酢豚とは下味をした豚肉に衣をつけて揚げ、揚げた豚肉と炒めた野菜に甘酢あんをかけた中華料理なんだ。酢豚って豚を揚げてたのねブヒブヒ。肉を揚げるなんて霊夢のために作られたような料理だな。酢豚の基本的な食材は、豚肉、人参、玉ねぎ、キャベツ、椎茸、タケノコ、パイナップルなどだな。パイナップル、酢豚にパイナップルなんて合わないわよブヒブヒ。酢豚にパイナップルを入れる理由は2つあるんだぜ。まず一つ目は高級感を出すためなんだ。パイナップルはお店で買える価格よマリサ。実は昔の中国で作られた酢豚は、欧米の人たちに出される時に高級感を出すためにパイナップルを使っていたんだ。当時のパイナップルは高級品であり、パイナップル1個で現代の価格にすると数十万円になるんだ。パイナップルは高級品だったのね。それでもう一つの理由は美味しいからという説だぜ。パイナップルにはブロメラインというタンパク質分酵素が含まれ、この酵素が豚肉を柔らかくしてくれることで酢豚にパイナップルを入れると考えられるんだ。お肉が柔らかくなるなんて入れるわよ。まったく霊夢は正直まんじゅうなんだから。パイナップル以外に入れる果物には、リンゴやサクランボなどもあるんだぜ。それでお肉、やっぱりお肉よブヒブヒ。そうだな、料理名に豚とついているから豚肉がメインだな。でも鶏肉もいいんだぜ霊夢。鶏肉、たまには鶏肉もいいかも。鶏肉を使用した酢豚は酢鶏といい、唐揚げが好きな人はぜひ食べてみてほしいな。唐揚げ、唐揚げに甘酢あんをかけてはーはーご飯が進むわあ。そんなお肉大好きな霊夢にはスイート&サワーポークがおすすめだな。何それ、酢豚なの？スイート&サワーポークは英語圏の酢豚の呼び名であるんだが、作り方が違うんだぜ。作り方は揚げた豚肉に甘酸っぱいソースをかけるだけなんだぜ。もちろん野菜はないんだ。肉だけ酢豚ブヒブヒブヒー。解説しない方が良かったんだぜ。それで甘酢あんで使用するお酢は黒酢が基本だな。そうね黒酢、黒酢ってお酢とどう違うのかしら？黒酢は通常のお酢とは違い熟成させて作るんだ。熟成された黒酢は琥珀色でお酢よりもまろやかであり、香り高い特徴があるんだ。こういう特徴があるため酢豚によく黒酢が使われるんだぜ。酢豚ってただ酸っぱいだけじゃなくて、食欲そそる香りでブヒブヒよね。みんな霊夢みたいにブヒブヒになることはないんだぜ。黒酢以外に酢豚に入れてほしいお酢がポン酢だな。ポン酢を入れるとさっぱりして脂っこい酢豚が食べやすくなるんだ。ポン酢は柑橘系の果汁が入っているからさっぱりしてそうね。またバルサミコ酢もおすすめだぜ。バルサミコ酢とは香りが高いものという意味のイタリア語から来ていて、その名の通り香り高いお酢なんだ。バルサミコ酢は甘さの強いブドウを搾り樽で熟成させて作るので、この香り高さが生まれるんだ。しかしバルサミコ酢は酸味が少ないので、他のお酢を少し足して使うといいかもしれないんだ。いい香りの酢豚を作るならバルサミコ酢がいいかもね。バルサミコ酢は肉と相性がいいから酢豚にぴったりだと思うんだぜ。もし酸味が少なかったらレモンをかけるのもいいんだぜ。レモンは酸味が強く酸味を足してくれるだけでなく、柑橘系のいい香りも足してくれるからな。レモン汁、唐揚げに合うから酢豚にも合うわよ。次は酢豚の歴史を解説するぜ。酢豚は中国の古い料理で、いつ生まれたかはよくわかってないんだ。日本では酢豚と呼ばれている料理なんだが、中国の広東ではクーラーロー、上海では淡水俳句、などと呼ばれているんだぜ。クーラーローは長い年月を経た肉料理という意味で、酢豚はいつ生まれたのかわからないくらい古い料理とも言えるんだ。それで淡水俳句は甘酢の味付けの肉という意味なんだ。広東と上海で呼び名が違うんだが、作り方も違っているんだぜ。広東の酢豚は脂身の多い豚バラ肉が使用され、調味料にケチャップが使われ野菜が多くパイナップルを入れるんだ。さっき解説したパイナップルは広東で入れるのね。上海の酢豚は赤身肉の豚肉で作られ、野菜は少なくネギを添える程度が多いんだ。私は広東よ、野菜がいっぱいだからねブヒブヒ。絶対脂身を堪能したいだけなんだぜ。
日本に酢豚が入ってきたのは昭和初期頃だとされ、庶民の人たちが食べていたという記録が残っているんだ。早くブヒブヒしたくなってきたわマリサ。毎日ブヒブヒしているからもうしてほしくないんだぜ。次は酢豚の栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。酢豚一皿約 200g あたりのカロリーは 230kcal で、タンパク質は 12.48g、脂質は 10.16g、炭水化物は 21.51g、食物繊維は 2.56g なんだぜ。豚肉を揚げてるからもっと脂質が多いと思ったけど。酢豚は野菜をいっぱい入れるからな、その分脂質は少なくなるんだぜ。野菜、酢豚は野菜がいっぱいだからヘルシーよ。酢豚でよく使う野菜や果物は人参、玉ねぎ、キャベツ、椎茸、タケノコ、パイナップルなどだな。各野菜の栄養をざっくり解説すると、人参はベータカロテンがすごく多く、ベータカロテンは体内でビタミン A に変換され、皮膚や粘膜を保護してくれるんだ。玉ねぎはビタミン B1 の吸収率や効果を強化してくれるアリシンが含まれ、体内で多くのエネルギーを作るのを助けてくれるんだ。しかしアリシンは熱で変化するので、アリシンの効果を発揮したいなら火をあまり通さない方がいいんだぜ。キャベツには、胃の粘膜を保護するキャベジン、デンプンの分解酵素であるアミラーゼ、抗がん作用があるイソチオシアネートが含まれているんだ。でもこれらの成分は熱に弱いので、これらの効果を発揮したいならキャベツの千切りを別で食べるといいかもな。椎茸は野菜に少ないビタミン D が多く、ベータグルカンという食物繊維が豊富なんだ。ビタミン D はカルシウムやリンの吸収を助けてくれ、ビタミン D とベータグルカンは免疫力を高める効果もあるんだ。タケノコには旨味成分のグルタミン酸、疲労回復効果のあるアスパラギン酸があり、さらにチロシンという皮膚や髪の毛の色素であるメラニン色素の材料となるアミノ酸も含まれているんだ。パイナップルはビタミン C が多く、ブロメラインというタンパク質分解酵素が含まれているんだ。パイナップルの分解酵素で豚肉が柔らかくなるわブヒブヒ。ただ柔らかくなるだけじゃなくて消化吸収が良くなるんだ。なので豚肉に多いコラーゲンを多く吸収したいならパイナップルも食べてほしいんだぜ。コラーゲン、お肌プルプルよ。コラーゲンは消化器官で分解されると、グリシンというアミノ酸が生まれるんだ。そのグリシンは体内でコラーゲンを作り出すのに必要なアミノ酸であり、このアミノ酸と体内でコラーゲンを作り出すビタミン C 両方摂取すれば、肌や血管などの組織に弾力が生まれるんだぜ。お肌クチクチよ。もし血管に弾力が生まれると強い血圧でも血管が破れにくくなり、内出血による病気を防いでくれるんだぜ。なので霊夢にはパイナップルを食べてほしいな。私はお肌をきれいにするために食べるんだから。霊夢は血管を頑丈にするために食べるんだぜ。それで豚肉と玉ねぎは相性がいいんだぜ霊夢。そうね、ネギ科の野菜と豚肉は一緒に食べると美味しいわよね。美味しさ的もなんだが栄養的にもいいんだぜ霊夢。豚肉は鶏肉や牛肉よりもビタミン B1 が多く、ビタミン B1 は糖質からエネルギーを作り出すのを助けてくれるんだぜ。あ、マリサがさっき玉ねぎにはビタミン B1 をファイヤーしてくれるアリシンがあるって言ってたわよねファイヤー。ファイヤーだけは言ってないんだぜ。そうなんだぜ、豚肉のビタミン B1 と玉ねぎのアリシンを組み合わせると、相乗効果でさらに元気になりやすくなるんだぜ。でもアリシンは熱に弱いから火をあまり通さない方がいいんだぜファイヤーってマリサ言ってたわよね。だからファイヤーは言ってないんだぜ。さらに酢豚には疲労回復効果のある食品が含まれているんだぜ霊夢。油よ、油は私にとってエネルギー源なんだから。違うんだぜ、黒酢なんだぜ。黒酢などの酸っぱい食品には、クエン酸などの酸っぱい成分が含まれているんだぜ。このクエン酸の有名な効果に疲労回復効果があるな。疲労回復効果、ファイヤー。クエン酸にはエネルギー源になるブドウ糖を筋肉や肝臓に蓄えてくれる働きがあるんだ。この蓄えられたブドウ糖をグリコーゲンというんだぜ。このグリコーゲンが少なくなってくるとエネルギー不足となり、疲労を感じやすくなるんだ。でもクエン酸がいっぱいグリコーゲンを蓄えてエネルギー満タンよ。もちろん最終的にブドウ糖として吸収される、炭水化物や糖質も摂取しないといけないんだぜ。またクエン酸にはブドウ糖やグリコーゲンからエネルギーを作り出すのを助けてくれる働きがあるんだぜ。クエン酸には体をアルカリ性に傾ける働きがあり、体がアルカリ性になると糖質からエネルギーを作り出す酵素の働きが活発になるんだ。じゃあクエン酸は糖質のエネルギーを蓄えて、ファイヤーしやすくしてくれるのねファイヤー。そうなんだぜ、特に運動している人にクエン酸はおすすめなんだぜファイヤー。霊夢のファイヤーが乗り移ったんだぜ。またクエン酸には痛風を予防してくれる効果があるんだぜ。
痛風とは体内にあるプリン体が尿酸へと代謝され、尿酸が足指などで結晶化した結果、激痛を伴ってしまう病気なんだ。足指ないけど痛いのは嫌ー。そんな尿酸はアルカリ性に傾いた尿に溶けやすく、クエン酸で尿がアルカリ性に傾くと、尿酸が尿にいっぱい溶け込んで排出されちゃうわ。なのでクエン酸は痛風予防になるんだ。またクエン酸は酸っぱい刺激で舌や胃を刺激するんだ。その結果、唾液や胃液の量が増え消化吸収が良くなるんだ。私には必須な効果だわ。でもマリサ、酢豚をもっとヘルシーにしたいわ。そうだな、霊夢は3人前も食べるからヘルシーにしたいよな。ということで次は酢豚に入れてほしい食品を解説するんだぜ。まずは鶏肉なんだぜ。鶏肉、ヘルシーよヘルシー。そうだな、もし脂質の少ない皮なし鶏胸肉なら、脂質を 4g も減らすことができるんだぜ。鶏皮をパリパリに揚げて甘酢あんをはは。霊夢には何言ってもダメなんだぜ。そんな鶏胸肉は高タンパクだけでなく疲労回復効果があるんだ。疲労回復、元気になりたいわ。鶏肉は他の肉よりもイミダゾールペプチドというペプチドが含まれ、体内で分解され、また筋肉や脳などで合成されるんだ。そんなわけで筋肉や脳などで効果を発揮するんだぜ。どんな元気になる効果があるのかしら？それは抗酸化作用なんだぜ。運動をすると筋肉で多くの活性酸素が発生してしまうんだ。そのため体はこれ以上活性酸素が生まれないように疲労を感じさせると考えられるんだ。でもイミダゾールペプチドの抗酸化作用で筋肉の活性酸素を除去すれば、運動した際の疲労を軽減してくれるんだぜ。鶏肉は抗酸化作用で疲労を軽減するのね。また脳でイミダゾールペプチドが合成されると、脳の中で抗酸化作用が発揮されるので、脳の老化を予防してくれるんだ。ちなみに牛肉、豚肉にもイミダゾールペプチドが含まれているんだが、鶏肉の方が多いのでこの効果を強く発揮したいなら鶏肉がおすすめなんだぜ。もうめんどくさいから全部のお肉を食べるわよ。もうもうブヒブヒコケコッコー。まったく霊夢はこれなんだから。また低カロリーにしたいのなら白身魚を片栗粉でまぶし、揚げて作るのもいいんだぜ。白身魚は超低カロリーだからいいかも。白身魚にするとふっくらとした食感になり、豚肉とは違った食感が味わえられるんだぜ。ふっくら、全部入れるわよ。もうもうブヒブヒコケコッコーピチピチ。まったく静かにするんだぜ霊夢。次はパプリカだぜ。パプリカ、ピーマンの代わりに入れると甘くなりそうね。そうだな、それでパプリカはピーマンとは違いある成分がすごく多いんだぜ。何かしら、ピチピチになる成分がいいわ。それはビタミン C なんだぜ。ビタミン C、ピチピチよ。パプリカ 100g あたりのビタミン C の量は 150mg 以上含まれているんだ。この量は1日に必要な量の 1.5 倍なんだぜ。ちなみにピーマンのビタミン C の量はパプリカの約半分の量なんだ。またパプリカの赤や黄色い色素には抗酸化作用があるので、老化予防にパプリカはおすすめなんだぜ。じゃあピーマンじゃなくてパプリカを食べるわマリサ。霊夢はピーマンを食べるんだぜ。ピーマンにはクエルシトリンという苦味成分が含まれ、脂肪の蓄積制御、高血圧予防、血流改善などの効果があるんだ。健康のためには苦いピーマンなのね。って私はピチピチになりたいからパプリカなのよマリサ。はいはいわかったんだぜ。ピチピチになりたい霊夢にはナスもおすすめなんだぜ。ナス、油をよく使う中華料理にはナスは相性がいいわね。ナスはカロリーが少ない野菜であり、さらにはアントシアニンが多く含まれているんだ。アントシアニンは赤から青紫色の色素であり、ナスの紫色を作っているんだぜ。じゃあナスの紫色の皮を食べてピチピチに。アントシアニンには様々な種類があり、ナスのアントシアニンはナスミンというんだ。ナスミンには強力な抗酸化作用があり、老化予防で活躍してくれるんだ。さらにはクロロゲン酸というポリフェノールも含まれ、抗酸化作用だけでなく、脂肪をエネルギーに変換してくれるのを助けてくれるんだ。低カロリーでダイエットできるだなんて、ナスにいっぱい油を吸わせて美味しい酢豚にしちゃうわよ。ナスは油をよく吸う野菜だからいいな、そして霊夢も油をよく吸う饅頭なんだぜ。それで夏に酢豚を食べるときはナスを入れてほしいんだ。ナスには胃液の分泌を促すお酢と同じ働きがあり、食欲不振になってしまう夏にぴったりなんだ。夏は夏バテで食欲なくなっちゃうからね、ナスとお酢で胃が元気よ。食欲不振で何も食べなくなると、栄養不足による夏バテになってしまうからぜひナスを食べてほしいな。次はアスパラガスなんだぜ。アスパラガス、意外だわ。そうだな、酢豚にそのまま入れるのもいいんだが、豚肉でアスパラガスを巻いてあげて酢豚にするのもいいんだぜ。アスパラのベーコン焼きが美味しいんだから豚肉で巻いても美味しいわよー。
全く美味しいと知ったらこれなんだから。アスパラガスにはアスパラギン酸という旨味成分が含まれているので、美味しさ的にもおすすめなんだ。アスパラギン酸は美味しいだけでなく、疲労に対する抵抗力を高める作用があり、さらには尿の合成を促進してくれ、尿に含まれた毒素を多く排出してくれるんだ。またアスパラガスにはルチンというポリフェノールも含まれ、ルチンはビタミン C がコラーゲンを作る働きを強化してくれるんだ。じゃあパプリカとアスパラガスでピチピチよ。またルチンには抗酸化作用があり、脳の中でこの効果を発揮することで脳の老化を予防してくれるんだ。さらにアスパラガスには食物繊維だけでなく、オリゴ糖も含まれているんだ。オリゴ糖は善玉菌の餌となるので、腸内環境を良くしたいならアスパラガスはおすすめだな。アスパラガスはいっぱい効果があるのね。他にも酢豚に合いそうな野菜があるかもね。いろいろ調べてみるわ。みんなも好きな具材を入れて作ってほしいな。マリサ、酢豚丼っていう料理を見つけたわ。これ食べたい。霊夢が見つけたらいけない料理を発見してしまったんだぜ。酢豚は炭水化物が少ないからご飯の上に乗せないといけないわよ。まあそうだな。お酢のグリコーゲンを蓄える効果は、炭水化物の多いご飯を食べないと効果がないからな。それに野菜の食物繊維が多いから血糖値がゆっくりよゆっくり。まあそうだな。でも血糖値の上昇をゆっくりにするなら、繊維質な野菜に多い不溶性食物繊維よりも、水溶性食物繊維がいいんだぜ。あ、酢豚に入れる野菜は繊維質なものが多いから、水溶性食物繊維がいっぱい摂取できないわ。水溶性食物繊維が多いものには、大麦や海藻などがあるんだ。もしこれらの食材を使うなら、ご飯を麦ご飯にしたり、わかめの味噌汁やめかぶ、もずくを食べるといいんだぜ。どっちも作るのに手間がかからないわね。ご飯に麦を入れたり、インスタントのわかめの味噌汁にお湯を入れたら完成よ。みんなもぜひ美味しくてヘルシーな酢豚を作って食べてほしいんだぜ。みんなの美味しい酢豚をコメントしていってね。食べに行くわよ。コメントしたらダメなんだぜ。それじゃあ美味しい酢豚を作るわよ。そうだな、スレイムを作るんだぜ。あ、マリサ、やっぱり言い間違えてたじゃない。私は美味しい超高級なお肉じゃないんだから。貧乏巫女のレイムさんですが、そのお肉は確かに超高級です。あらやだ、なんて賢い AI なの。レイム、絶対褒められていないんだぜ。せっかくだから AI、美味しい酢豚の作り方を教えて。 AI、教えてくれなんだぜ。スレイムは、日本の伝統的な保存食であり、甘酢漬けにした無の一種です。素材、無 500g、酢 400ml、砂糖 200g、塩大さじ1、生姜 1×5cm ほど、ニンニク 1×、万能ネギ適用。作り方、無はよく洗って、水気を切ります。鍋に酢、砂糖、塩を入れて中火で煮立て、砂糖が完全に溶けたら火を止めます。生姜とニンニクは皮を剥いて薄切りにし、万能ネギは小口切りにします。煮立てた酢に、生姜とニンニクを加え、冷ましたら無を加えます。ジッパー付きの保存袋に入れ、空気を抜いて密閉します。冷蔵庫で1日置きます。万能ネギを散らして完成です。以上が、スレイムの作り方です。保存期間は、約1週間ほどとなりますので、お早めにお召し上がりください。マリサ、スレイムは日本の伝統的な保存食よ。AI が作った空想上の料理なんだぜ。って誰がスレイムよ。